競争とは、一人の勝者以外、すべてが敗者になるシステムです。競争にはそれぞれ、こういうことを守ってくださいよ、というルールがあります。そして、そのような決まりに沿って、誰が一番上に行けるか、誰が一番早く行けるか、誰が一番多く手に入れることができるか、ということを競うものです。人間には、得意不得意があるので、すべての競争に勝つことはできません。ある競争で勝つことができた人でも、必ず違う競争では負けることになります。勉強では勝つことができたけど、スポーツでは負けました、ということがあります。私たちは、競争すればするほど、負けることが多くなります。競争で負けたら、嫌な気持ちになります。なぜなら、競争で負けるというのは、勝ちたいという願望が達成されなかったということになるからです。欲しい結果を手に入れることができなかった、残念だ、悔しいとなるのは自然な感情反応です。競争というのは、勝ったら嬉しくなって、負けたら悔しくなるというただのゲームです。競争の勝ち負けで、あなたの人間としての価値が変わることはありません。ピアノの発表会でお友達に負けてしまった。だから私は〇〇ちゃんより価値の低い人間だということにはなりません。あの人の方が学歴が上だ。あの人の方がお金を稼いでいる。だから私よりあの人の方が価値の高い人間だということにはなりません。あなたはどんな時でも価値のある人間だということを忘れてはいけません。また、世の中には競争で勝った人の方が偉いと思い込んでいる人が多いので、そういう人の意見も聞く必要はありません。お前は負けてばかりいるからダメだ。俺はお前に勝ったからお前より偉い。などとアピールしてくる人がいたら、何を言っているんだこの人は。と思って逃げてしまいましょう。世の中には競争で勝てば幸せになれると勘違いしている人がたくさんいます。そのような人はあなたが望んでいなくても勝手に競争を仕掛けてくることがあります。そのような人は私はあなたよりモテますから、私はあなたよりセンスがいいですから、私はあなたより育ちがいいですから、などと勝手に競争して、勝手に優越感を感じようとします。そのような人は、俺はこんなに早くできるぜ。俺はこんなにたくさんできるぜ。どうだ俺はすごいだろう、と気持ちよくなろうとします。そのような人にどれだけ、お前は負けている、と劣等感を煽られても、負けてばかりいる自分はダメなんだ、と思わないように気をつけてほしいと思います。そんな時は、勝ててよかったですね。偉いですね。すごいですね。強いですね。と心の中で思って受け流してしまいましょう。あなたは他人に勝たなくても好きなことを自分にやらせてあげれば幸せになれるということを忘れないようにしていきましょう。優越感を得ることに必死になって、幸福感を得ることを忘れないように気をつけてほしいと思います。